三菱はフィリピンで現地生産しているコンパクトセダンミラージュ G4 のデザインを一新し、同国で発売しました。デザイン一新ミラージュのセダン。三菱はフィリピンで現地生産しているコンパクトセダンミラージュ G4 のデザインを一新し、同国で発売した。ミラージュ G4 はコンパクトハッチバック、 ミラージュの派生者として2013年に発売した1.2リットルエンジンを搭載する4ドア5人乗りのコンパクトセダン。今回の大幅改良ではデザインを一新し、三菱のフロントデザインコンセプトであるダイナミックシールドを採用したシャープでダイナミックなエクステリアを実現。インテリアには7インチスマートフォン連携ディスプレイオーディオ、 SDA を採用し利便性を高めたミラージュジーオンの世界累計販売台数は2021年7月末までに約37万台。フィリピンでの累計販売台数はタイからの輸入と現地生産モデルを合わせて約9万2000台に達している。フィリピンにおいては、同国政府の自動車産業育成政策、カーズプログラムの支援を受けた初めての案件として生産。 販売会社である三菱モーターズフィリピンズコーポレーションの車両生産工場で2017年より生産している。